江藤ひとみです。私は東京ガールズコレクションのスーパーバイザー、日本初の芸文学オーケストラジャグモのプロデュース、そして舞妓さんをクビになってこの業界にやってきた変わった人です。芸文学や舞妓さんってどういうものっていうのをこれからどんどん広めていきたいなって思っているので、テレビとかにたくさん出ていろんな人にそういう文化について知ってもらえるように頑張ります。よろしくお願いします。